お送りします。正しいものを選んでください。はい、しゅんくんなんですが、すごい問題児問題児です。今日はね、ちょっと iPhone で撮ってます。ちょっと音声とか悪かったら申し訳ないです。あれからね、いろいろとクレーター出たら破壊されるんで、それと給水器も破壊されるんで、それと、ご飯フードボールもひっくり返すわ、水もひっくり返すわ。どうしようもなく、外に停留したんですよ。でちょっと雨降ってね、もうちょっとぐちゃぐちゃになってるんですが、犬小屋を設置してね、雨降ってる時何回も見に来てたら犬小屋にちゃんと入ってました。だからこれは問題ないんですが、ね、こういう風にちょっと周りを見えなくして、停留今してる状態です。でこれビスで止めてたのに、木目で止めてたのに、無視ってね、こういう状態になってます。でまあ大変で、破壊魔、すごい破壊魔で、よいしょ、これもこういう状態で割られちゃって、もうすごいです。でご飯食べないんですよね。でささみとか缶詰とかね、そういうのは食べてくれるんで、そういうのをちょっとね、あげてたら、フードもぐちゃぐちゃになってます。はい。こういう感じで。でね、急遽ね、昨日、もう昨日、クレーター破った日、あ、昨日、おととい、昨日ですね、もう急遽、外外しか無理やっていうことで、一坪ぐらいの大きさ、3メーターかける3メーターやね、の、傾斜ね、折りね、注文しました。大出費ですね。13万ぐらいさ、まあそれを注文して、ここに置くわけにもいけないなと思って、ちょっと風強いんでね、ここね。で裏の入り口の入ったとこ、コンクリート敷いてあるとこ、そこに建てようと思います。1週間ほど、送ってくるにかかるみたいで、それまでねちょっとここでしのいでもらおうと思ってるんですけど、まあまあ大変です、この子で。軽量を今しなきゃ仕方ないんでね、飛び越えるんですよ。でここなら足滑るんでね、飛び越えないんですけど、そういうので渓流ちょっとしてね、出ないとここを飛び越えたらえらいことになるんでね、そういうのを、事故をできるだけ回避できるようにちょっと考えてここへ渓流しております。で多分クレートはずっと破壊することも、でね、目を離したらすっごいハイになってるみたい。今こんなんでしょう。でも目を離したらすっごいハイになってる、ぐじゃぐじゃにしてますね。それでどうやろう、ちょっと今から掃除するんですけど、ちょっと室内管理も大変かな、この子。だから検査を、まだ分からんけどね、まだ分からん、これからやけど、そんな感じしますね。で、ね、里屋希望者様何名かね、メールいただいたりいろいろしてるんですけど、まだ全然僕も把握してないんで、どうも言えません。はい、それと、早いもん順じゃないです。早いもん順じゃないんで、この子に、会った、里屋さんを僕探します。環境とね、そういうのを、全て今までそうでした。早いもん順でやってません。だからまた、募集、この子をね理解してあげて、いけないとこは改善できるものを改善ね
して、それでうちがこの子は里子に出しても問題ないよっていうレベルまでね、なってから、募集しますんで、申し訳ないですが今、返事も何もできません。申し訳ないです。まだまだ来たとこなんですよね。だからこれからです。まだ散歩がどんなんだろうか、対犬に対してどうなんだろうか、画像というか映像で映ってるこのおとなしい俊くんではないです、ではないです。だからちょっとイメージをよくいいように持ちすぎてると思いますね。だからその辺もね、よくよく見て、僕が見て、それと飼い主さん、の環境と、スキルですよね、そういうのを見てですね。でも多分大型犬の飼育経験者しか出せないと思う、この子はね。難しい子です。やはり多頭飼育で、いろんな経験とかもしてないやろうし、それとやはり人間との生活してるんですが、やはり、それがうまくいってなかったと思うんでね、そういうことも見て、それから、募集なり何なりをやっていきたいと思います。はい、ちょっとね急遽、募集とか、里へ希望とか出てきてるんで、そういうのでね、いただいても今何も返事できることがないっていうことをちょっとお伝えしたくて動画撮りました。ちょっとね掃除します。今雨降ってないんで特急で掃除します。フィールドにね今ケンちゃん出てるんで、ケンちゃんをフィールドから検査に戻して、それからちょっとね掃除していきたいと思います。もう頭痛いですね。キッシュ派でやけど、キッシュの方がやはりちゃんと飼われてたんで、もともとはね、やりやすい子です。この子の方がやりにくいです。はい、もうすごいことされてます。はい、ということで、あうんちもしてるね。はいはい、ちょっとお待ちくださいっていうか、やっぱ半年ぐらいかかるんちゃう、いろいろと理解できるもんね。はーい。